はい、どうも、こんにちは。僕くんゲームでございます。ということで、今回もね、ウィリアプリの方をやっていきたいと思います。今回はね、クリスティアーノ・ロナウドレベル50ですね。こちらの方ね、レベル上限アップアイテム使ってあげたんで、使っていきたいと思います。能力こんな感じです。スピードと瞬発力90、もうほぼ後半。大体の能力が90付近になっております。ということで、お願いします。調子が見れない。お相手のメンバー、調子が見れない。さあ、ロナウドの調子が見えませんがね、もう絶不調でも不調でもね、レベル50ロナウド使っていきますよ、今回は。まあ、チャンピオンズリーグのね、イベントの報酬でレベル上限アップトレーナーが10個もらえたんでね、もともと僕のロナウド上限解放2回した状態で40で持ってて、それに10プラスして50にしましたね。お願いしますということで、ロナウド暴れさせたい、俺は。ということで、オンライン戦ですね、今回は。はい。カバーニがね、いい動きしてるんだよ。こういった強豪同士はやはり人気がありますからね。さっきスタジアムの外もものすごい盛り上がりでしたからね。裏を狙っていきます。いやー、さすがに無理。これはオフサイド疑惑あったけど。でこれ今やってるのが、今やってるオンラインチャレンジのイベントですね。はい、今回はこちらの方やってます。うまいな、相手に。長いボールを送ります。いやー、来たよ。レベル50ロナウドの裏抜きやべえよ、これ。バケモンだな、マジで。多分ね、いや僕ね、正直ネイマールとロナウド迷ったんですよね、かなり。ただ、なんかもうネイマール、今レベル32だったんで、ロナウドね、レベル40だったんで、もうやっちゃおうかみたいなレベル。レベル50やっちゃおうみたいな勢いでやりましたね。相手の、これ誰だ、相手の方は誰だ、あれ。さあ、ここからネイマールも一応います、ここ。いや、いいね。さあさあ、行こう。あらば、クロスいけんじゃない。カバーニー。やっぱ俺、カバーニとね、ロナウドのね、コンビネーションマジでいいですね、2人。バランス取れてるんですよね。なんかもうぐっちゃぐちゃで何が起きてるか。おっと、ジルーか。マジで。バラン。スモーリング。スモーリングバランの安定感、ね。ちょい待って。まずい。OK。帰るおかん。これローナウドにあったいですね。カバーニに当てて。さあ、ここでローナウドを走らせようという具合に取られましたね、いい具合に。ジルー。おい、ナイスバラン。ナイスバラン、ナイスバラン。結構相手、センターバック食いつきそうになかったな、今さっき。だからミドルシュートって言った方がいいかもね。これやばい、事故るやつ。さあ、カバーに開いた。カバーに開きました。しかし、ボヌッチがケアしております。それがなかなかいいボールになっている。おいおいおい。さあ、相手の寄せが早いですね。さあ、このキックフェイントから、ロナウドにお膳立て。いや、今のアザールのね、キックフェイントがかなり効いたね、ダイレクトキックフェイント。ありがとうございます。ということで、ロナウド早速もう2点決めております。やっぱね、スピード瞬発がレベル50になったんで、格段に上がったんで、それがでかいですね、結構個人的には。もともとオフェンスセンスがね、もう90、もともともう99ぐらいあったのかな、まあ、それもあるんですけど、で動きがかなりいいんですけど、プラスアルファやっぱりスピード瞬発がね、90後半に近くなったということで、かなりつけですね。いやー、早いな、ブレス。うまいけど、バランのここで安定しちゃうんだな。OKOKOK、オンライン戦調子いいんじゃないの。うん、やっぱロナウドレベル50はマジでね、相手にいたら破壊力あるなって思われそうだね、これは。本当にロナウドはもう格別。
期待したいですね。メッシかロナウドで上限解放するってなったらやっぱロナウドかな、今作は。ウィル2018のアプリ版がね、どんな仕様になるか分かんないですけど、まあ、ロナウドはもうね、レベル上げといて損ないっていう選手ですね、やっぱ。いやーでも、レベル50ね、結構経験値がなんか、まあ、あの報酬があったんで、イベントの報酬で、トレーニングコーチもあったんで、それもあって上げれましたね。いやー、能力強すぎる。能力強すぎるでしょ、これも。万能すぎるね。万能すぎる、ほんと。何でもできるからな。ヘッドもできる、キックもできる、ドリブルもできる、って言って。さあ、お相手がどういう攻撃してくるか。こういうね、ロングボールはバランがね、非常に。おっと。さあ、戻り。いやっと、マルキージョ、何それ。危ねえ。いや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 。これはやられた。マルキージョになんかぐちゃっとなったね。ぐちゃぐちゃぐちゃってなってマルキージョにやられたね。あ、でももしかしたら最後ね、チャンピオンズリーグガチャが一回引けるかもしれない。そういえば。コインがあるからね。いやー、早いな、プレスが。これはもうスライドドリブルね。お得意の。ロナウド、こっから決めちゃうぜ。こっから決めちゃうぜ、つって。あのね、もう角度ないとこから決めますからね、この人。レベル50は角が違うぜ。名前がまずかっこいいもんね。クリスティアーノ・ロナウドって。どんだけ名前かっこいいんですよって話ですよ。さあ、アラバがいいね。いやー、このね、ぶつかり合うやつあるあるですね、ウィリアプリある。めっちゃぶつかる。これドリってくるかな。おい、それ。危ねえ。デヘアから、ロナウドいける?無理か。ネイマールか。ネイマール、あの、マイス。さあ、こっからいっちゃうぜ。ロナウド、あー、ロナカバの。俺は裏ギアしながらだね。さあ、戻りっちゃう。おっ、何この。このぐちゃってなるやつ何?いやー、このぐちゃってなるやつのあれで結構やられてますね、知って。いやー、コーチーニョうまいな、今のは。でもスルーパスね、僕センターバック出ちゃいましたね、今。あれ出たらダメだね。右画面ね、スライドじゃないけどあれ押しちゃったよね。そう、これ見てもらえばわかるんですけど、やっぱ失点したシーンを振り返るっても大事だな、これ。なんで失点したんだろう、やっぱセンターバックが引き出されてますね、ここで。やっぱモドリッチのところでね、取ったかなと思ったら失うっていうね、あれが起きちゃったんで。この方結構プレッシングが早いんですよね。いやー、まずいまずい。ちょっと相手の思うような、思うつもりになってきました。で、ジル強ない。ジル強ない。ジルーがなんかやたらここゴリってきたよ。そんなジルー強かったっけ。違う、ロナウドでもやっぱ点決められても決め返すメンタルでいかなきゃ。ナイス。いや強っ。なんかこのゴリやっぱね、ハイプレス苦手ですね、この。ナイス。よいしょよいしょよいしょ。ロナウドで全員抜けるかな、これ。無理か。いや、いけるかもしれん。いえ、行くぞ、俺は。ロナウド。ロナウドの覚醒。まあ、ボヌッチを抜ければいけるかな、みたいなのはあったんですけど、今のいけたね。うまく回転しながら、ボヌッチの力を逆に利用するという荒技ですね、ロナウド。まあ、ああいうドリブル、やっぱ、なんだろう。推進力ある選手じゃないとやっぱ難しいですね。ネイマール、メッシ、ロナウド。やっぱスピード瞬発がある程度あって、フィジカルも。フィジカルはなくてもいいのか。さあ、ロナウドの噂、つって。いやー、それはもったいねえ。それはもったいねえって。相手がね、こうな、オッケーオッケー。これ、マイボー、マイボー。オッケーオッケーオッケー。
オフェンスセンスとかもかなり高いからだろうね、動きがいいのは。ウィリアンでいっちゃうよ。ウィリアンも強いんだよな。さあ、お相手のプレスが早いです。ローナウド、ローナウドもうやばいでしょ。はい、ということでね、ちょっとガチャもね、今回引いていこうかなって思います。まあ、ローナウドがね、まあ、頑張ってくれたんで、その報酬ではないですけど、まあ、コインがね、多分1回分溜まってるんでね。はい、で、レートがね、僕ちょっと1000、陥落してるんですよね。なんか前に締めをね、ネタ動画撮ったらレートを爆下げしたっていう。はい、ということでコイン来ましたね。これファーストの方もね、クリアで、そのまましてるんで、多分300コイン入ってくるんですよね。まあ、1回しか引けないけど、頑張って引いていこうと思います。動画の最後のガチャで黒玉出したら俺の勝ちっつってね。これで黒玉出したら僕の勝ちですよ。一回だけそう引いたんだよ。なんかコイン溜まったログインボーナスで。で、確か来なくて。はい、ということで今回引いていきたいと思います。結構対象選手が多いしね、黒玉も少ないからね。まあ、ここで黒玉当てる、やっぱロナウドレベル50にしたその記念みたいな感じで来てくれるはずですよね。はい、ずれてくれるはずですよね。ずれませんね。おお、いいじゃん、サネ。よいしょ、サネありがとう。つって PS4 でもね、最近ゲットしたんですけど、サネね、ちょっと上限解放できるな、これで。2体目のサネなんで。いや、いいんじゃない、サネは。大当たりですね、これは。うん、強い。はい、ということで今回はね、レベル50ロナウドを使ってオンラインの試合の方を行かせていただきました。まだね、ここからもっと頑張っていこうと思います。ということで、まだチャンネル登録してない方いたらぜひ左上の方から僕の顔マークよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんでそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。さよなら、バイバイ。